こんばんは、黒坂のアピワタビワヒサシです。夏です。はい、今日はアピワタビワヒサシでお送りさせてもらっております。あ、今日の企画はアピワタビワヒサシ。そんなことないよ。ないで10分持ったまだこう代表クラスの選手ですから取り上げたことないのに。しかも俺らずっと追ってるわけではない。はい、はい、今日の企画は、はい、京都サンガ FC、はい、戦略勉強会。はい、はい、大好評企画、はいはい、だと思いたい、はい、この企画ですね、はいはい、でこのチャンネルですね、はい、J リーグ大好きな兄弟の日常をお送りしております、はい、4月までね、はい、チャンネル登録者数5000人を500人いってます。いってました。5000人を、はい、頭の中で500の数字が出て、5000人を目指してやっておりますので、はい、皆様チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。スタッドスマガルさんぜひ登録されないので、はい、はい、京都サンガ FC のサポーターの皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。アピワタビワヒサシのファンの方お願いします。はい、はい、じゃあ企画に戻ってまいりましょう。はい、はい、この企画はですね、我々が2022年シーズンに向けて、はい、まあ、各チームの、ね、戦力を勉強してね、はい、来シーズンよりこう面白い動画を作っていこうというものになってます。はい、はい、で今回は京都サンガ FC、京都サンガ FC というところですね、はい、で、ユニフォームね、はい、京都サンガ FC ですね、うん、いいね、はい、ワコール、はい、これはですね、J リーグ、そうね、J リーグレプリカパックのあれが当たったね、当たりました。ってことは運命的やね。そうです。はい、はい、で僕は同じくあれで当たったんですけど、ベガルタで、なんで、はい、ベガルタかというと、はい、まあ、アピワタビワヒサシ今回加入だったんで、はい、はい、まあ、その話はまた後でしています。はい、はい、じゃあ京都サンガ FC、昨シーズンの振り返りからいきたいと思います。はい、J2 で2位、24勝12敗、はい、6分けで59得点の31失点で、はい、昨シーズンは昇格をしました。はい、長期で監督を迎えてね、はい、就任後1年で昇格。素晴らしい。おめでとうございます。おめでとうございます。で、まあ、以前から僕動画でも言ってたんですけど、うん、昇格予想してて、うん、岩田と京都、はい、合ってます。当たりました。まあ、でも本当にね、昨シーズンいろんな試合見てて、まあ、岩田と京都の勢いもあったし、まあ、各々のチームの良さは違うんですけど、やっぱりこうしっかりこう実力があるなっていうような感じが、ね、あったよね。やっぱり見てて甘かったので、まあ、来るべくして J1 に昇格したんじゃないかなというふうに思いました。はい、はい、で、早速ね、京都サンガ FC が J1 に上がるにつれてしっかりと補強しておりまして、はい、まあ、その補強を振り返っていきたいと思います。はい、まずはアウトからですね、はい、いきたいと思います。アウトこんな感じになってます。はい、はい、これがアウトになっております。はい、ね、ちょっとこの動画、長くなりがちでね、うん、もう全ての動画15分近くなってるんで、はい、さらっといきたいと思います。はい、今回こそは、はい、僕が気になったのはやっぱりヨルディバイスですね。はい、こちらの岡山に、うん、まあ、昨シーズンやっぱこうディフェンスの要として僕はやってたイメージだったんですけど、こちらの岡山に移籍っていうところで、はい、うん、まあ、これはその分しっかり補強できるんだよっていう、僕は京都の自信の表れかなっていうふうに感じました。はい、はい、でもう一人は僕は、森脇選手、うん、もディフェンス選手なんですけど、うん、まあ、放出という形ですね、うん、契約満了という形で、はい、やっぱりこう見てて、やっぱりこう年配の選手を少しこう放出して、うん、まあ、新しい風を入れてる感じなので、うん、はい、まあ、そういった京都の入れ替えをしていきたいっていう意図が少し見えたのかなと思います。はい、はい、やっぱ J1 に上がる上でね、なかなかこう簡単じゃないからね、うん、やっぱりこう淘汰していかざるを得ないっていうのは今回の実績のこの放出で見えたかなと思いました。はい、はい、じゃあ E の方に行きたいと思います。はい、E はこうなってますぞ。はい、はい、うん、まあ、気になったのを1人ずつ言いましょうか。はい、まあ、僕はアピュアタビアスですね。はい、やっぱりね、大型ディフェンスですよね。うんうん、さっき言った通りヨルディバイスとかが、はい、放出したけど、まあ、こういった若くて、うん、まあ、大型で、うん、もう本当にこう身体能力の高いディフェンスを取れたっていうのは、うん、まあ、メンデス選手もそうなんですけど、はい、まあ、こう本当にフィジカル的に優れたセンターバック2枚取れたっていうのは、うん、長期勢監督のサッカーやる上ですごく大きいんじゃないのかなっていうふうに感じました。うん、はい、はい、どうぞ、なんか気になる選手いたら、まあ、大前選手ですね。はい、まあ、大前選手ですね。素晴らしい、うん、やっぱり、まあ、過去はね、もう海外にも行くぐらいのスーパープレイヤーだったんですけど、ね、まあ、ちょっと、ね、体重的にオーバーして、ね、今 J2 ダスパク2つで、まあ、J2 ダスパク2つでもやっぱりのうまさっていうところは ね、 見てるんですけど、びっくりしたよね。でも、まあ、京都に J1 に上がったタイミングで大前選手取ったかみたいな、確かに感じのところであったんで、まあ、ただ本当にうまさは問題ないし、もう J2 で得点を取ったこともある選手だから、そうですね、まあ、その京都の大前選手を取った意図というか、どういう
使い方していくのかなみたいなところはすごい気になる。楽しいところですね。まあ、しかもさ、大前元気選手、やっぱりこう J1 での通算得点数も、うん、まあ、前回多分以前あの個人紹介の動画でも挙げたけど、かなり点数取ってるんで、うん、やっぱこう J1 経験者っていう部分では大きいですね。うん、はい、はい、というところで、じゃあ予想スタメンに行きたいと思います。はい、京都の予想スタメン、こちらになっております。はい、はい、はい、やっぱりこう新加入選手がやっぱりかなり多いので、はい、読めない部分はあるんですけども、はい、まあ、あの昨年の、ね、フォーメーションをちょっとある程度参考にした上で当てはめさせてもらいました。はい、はい、ゴールキーパー上福本選手ですね。はい、でセンターバックが浅田とメンデス。はい、まあ、ここアビアタビは久志が来るのか注目選手に挙げとうけど一応スタメンではないっていうね。はい、あの、はい、アビアタビは久志選手ね、昨年僕 J リーグで、うん、直接見たんですけどね、はい、まあ確かに身体能力が高いんですけど、うん、ちょっと僕足元にはまだ不安があるかなっていうふうに僕は見たので、うんうんうん、はい、あとちょっとこう感情の波がありそうやった、うんうんうん、ふてくされとったもんね、まあ、ちょっとね、最後の方はちょっとこう、ね、集中切れてたかなっていうところあったよね、うん、なんで僕は、まあ、メンデスの方がその点では安定感もあるのかなと思いました、うんうん、で、左サイドバックはレッツから新加入の荻原選手ですね、はい、はいはい、で右が飯田選手、はい、でアンカーポジションに川崎選手、うん、で、まあ、ツーシャドウみたいなので、はい、大前選手と福岡選手、ね、はい、福岡選手は今年から10番に、わ、はい、期待されてるね、まあ、これで出ないじゃ、まあ、ないでしょ、ほぼ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 、うん、で3トップ、はい、左から松田、はい、豊川、ここがちょっと難しかったですね。難しかった、これは難しかったよね、ちょっと。あ、まあ、俺もイスマイラ入れてねえよ。イスマイラ入れてます。おい、イスマイラ入れてます。イスマイラ入れろって言ったやん。イスマイラはもうスーパーサブスーパーサブ。俺のイスマイラ実はですね、僕あのアビスパ福岡が J1 昇格した時の昇格予想みたいなのあった時に、僕一人だけ J3 福島からイスマイラをこう上げようかなってしたんですけど、まあ、みんなから止められてやめたんですけど、京都に行く前から僕はイスマイラファンなんで夢あるよね。まあそうです。いや、ただ見てもらいたいのは、まあ、松田選手いて、まあ、宇高選手いて、うん、その上山崎選手いて、うん、豊川選手いて、ここのスタメンも悩んだら宮吉選手もいて、そうね、昨年宮吉選手聞いとったしね、そうしたね、まあ、ただ豊川選手はね、かなりいい選手だけど、ね、ちょっと難しいなってところもあったけど、まあ、松田天馬も出るやろ、うん、基本的にはやっぱり長期で監督のもとでね、うんうん、まあ、基本出ると思うんで、はい、難しいですね。はい、例えば松田天馬がこう2シャドウに入るっていうのもあるかもしれない、うん、で左ウィングに、イスマイラ、はい、いやいや、イスマイラはスーパーサブ、ね、はい、だって似合うし、うんうん、まあ、イスマイラ選手は本当に良さやね、まあ、そうそう、ラスト途中で出てくるのが怖いのよ、怖さっていうところがあるんだよね。そうそうそう、でマルティナスもいますから、ね、いや、そうなんよ、そういう意味でその攻撃面が面白い、いやいや、イスマイラ出るよ、いやマルティナスおった、マルちゃんおった、お願い、イスマイラを出して、マルちゃんおった、いや俺、J1 の舞台でイスマイラどんだけできるかすごい楽しみなんで、いやでもマルちゃんとイスマイラこう最後爆発、いやおもろいよね、嫌じゃない、いや一番前がさ、まあ、歌かなとか山崎なのか分からないけど、うん、両ウィングに、うん、マルティノスとイスマイラ置いたら、うん、もう縦一本マジあるよ、そう、なんか荒削りではあるけど怖いよ、怖い怖い、うん、なんかこれで体入れ替わるみたいな入れ替わり方して、うんうん、あっという間にゴールまで行ったりするから、うんうん、そういう意味で言うと爆発力ありますよね。そうね。で、まあ、センターバック、例えばメンデスと、まあ、アピアといえば2枚とかなら強さ、高さもあるし、うん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 、本当にこう長期時監督がやりたいサッカーっていうのを、うん、結構僕はこのメンバーだったらやりやすいのかなっていうふうに思いますけど、うんうん、ね、あ、やっぱセットプレーとかすごい期待できそうですね。ね、うん、いや面白いね、今年ね、はい、はい、うん、というところでスターティングメンバーになります、うん、はい、で注目ポイントを、ね、はい、ちょっと発表していきたいと思います、うん、まず1個目ですね、はい、1個目は得点力アップに向けてやっぱ積極補強、はい、ここですよ、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、はい、攻撃陣はね、うん、かなり補強、はい、マルティノス、大前、豊川、山崎とね、はい、まあ、イスマイラもね、昨年のね、夏にね、獲得して、うん、まあ、かなり攻撃陣でいうとすごく、うん、名前だけ見ると魅力的な選手がすごく入ったのは、はい、うん、やっぱりこうチーム全体で59ゴールで、うん、やっぱり J2 でも8位だったので、うん、やっぱりこうもう少しやっぱ得点は欲しいと、ね、J1 相手だと特にね、うんうん、というところでやっぱ宇高が得点ランク2の21ゴールで、うん、やっぱ全体の3割を以上をね、うん、こう宇高に通ってた部分があるので、はい、やっぱりこう宇高だけじゃなくて、うん、他の選手でも取れるよっていう体制を作りたいのかなっていう補強が見えましたね、うん、やっぱり宇高自身もやっぱ2017年シーズンぶりのね、うん、J1 になってるので、うん、まあ、歌か頼りっていうのはちょっと怖いよね、怖いね、うん、
まあ多分イスマイラがやるよ。まあ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 、うん、まあそうです、ウタカね後釜になってくれたらいいけどね、イスマイラだからね。ありがとうございます。いや来年イスマイラ得点を取らんかな、はい、まあまあでもウタカ選手はまだやれるよ多分、ね、まあ確かに確かに、うん、ただやっぱ一人に頼ってしまうっていうのは怖いよっていう話、ね、かなり硬いね、J1 でディフェンスもやっぱりたくさんいるんでね、うん、まあ多分ウタカは多分髪型は今回またお邪魔してくれないと思うんで、ジェアンで意気込んでるんですけどね。レレレレって、レレレレレレって多分かわいいよね、歌が。かわいい。うますぎやつ、マジでね。はい、っていうところですね。はい、で、まあ、昨シーズンね、やっぱ守備はすごく硬かったんで、まあ、J1 で経験豊富な攻撃力っていうところを積極的に補強してるんで、期待できるかなと思います。大前選手に関しては、J1 で2桁得点取ってますし、2018年にまた J2 得点を。得点を。まあ、すごく。渋い選手かなりの、まあ、精度の高いフィニッシャーで、ね、なんか面白いと思うんで、うん、逆にやっぱね、ウタカの後大前が入って、うん、あとちょっとゼロトップ気味とかでも面白い、ね、うん、面白いね、ね、フィニッシャーみたいな感じで、まあ、そうなった時にその両ウィングのマルティンだったりとかスピードのある選手を置いても面白い、おもろいやんけ、うん、やりたい日は、うん、大前選手がちょっとこうね、ちょこ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 気使うプレーしてくれて、うん、おもろいやんけ、うん、うまく活かしてくれたら面白いかもね。フィルミノ？大前がフィルミノ？そう、そんな感じ。あるよね。そんな感じ。面白い。FIFA やりてやりたいね。ね、うん、両ウィングあそこで奥深くまで詰めて、うん、マイナスを大前が流し込むだけならね。めちゃくちゃいい。おもれーやりてーわ。はい、と思うんですけど、はい、すいません、長くなって。はい、結局、なんかここで、他のとこ短くしても、最後長く他ふざけて長くなるっていう、意味ないね。はい、うん、2番目。はい、やっぱ気になる点ですね、こちらは、まあ、12年のブランク、はい、ここが少し懸念点ではあるかなと、うんうん、やっぱり京都は12年ぶりの J1 リーグになっているの で、はい、で特に今 J1 ってまあかなりレベルが上がってきてるんで、うん、やっぱりこう残留するのってなかなかね、うん、簡単じゃないと思うので、そこがやっぱり少し一つの懸念点ではあるかなと思います、ね、うん、ただやっぱり長期で監督っていうところが、うん、やっぱり京都としてはすごく強い、で今回含めるとやっぱ4度目の J1 昇格、うんうん、もう受け負い人ですよ、J1 昇格受け負い人の長期で監督なので、うん、まあ、ここはもう何度も慣れてる、そうか、もう離れしてます、うんうん、J2 から上がって J1 で戦うって慣れてるの で、うん、で湘南ベルマーレではね、うん、まあ、3度の残留と、まあ、最高8位で終えたっていう、まあ、その実績ある監督なので、うん、はい、やっぱりこう長期で監督の采配に任せていいのかなと、はい、ね、ね、うん、任せる価値はあるかなと、うん、思いますけど、はい、いや、J1、J2 から昇格で J1 初年度で残留する確率みたいなところは大体5割から6割って言われてる、ね、ああそうなんや、うん、まあ、去年もそれこそアビスパ福岡と同じプロティスで5割やな、まあ、5割っていうのは、まあ、平均5割6割って言われてるんで、そうじゃん、まあ、やっぱそんだけ厳しいよっていうところで、ね、はい、確かにそうですね、うん、まあ本当にどっちも残れれば一番理想的ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、今シーズンはね、京都も岩田もすごい面白い、ね、いや、面白いと思う、本当に、うん、なんか、別にアビスパとか徳島を悪く言うわけじゃないけど、うん、昨年のアビスパ徳島よりも、うん、なんか僕としては、うん、J1 クラスの選手を補強してきてるなっていうイメージ、うん、力はあるね、ね、うん、なんかアビスパも徳島も、うん、多分取りたかったけど思うように取れなかったっていうイメージが強いんで、そういう意味で言うとやっぱこうジュビロとか京都って昔から名前があるチームなんで取りやすかったんだろうなっていうふうに感じます、はい、はい、というところでまた今回も結局長くなってすいませんでした、はい、京都サポーターの皆さんとか、はい、ぜひコメントいただけると幸いです、アドバイスください、お願いします、はい、チャンネル登録もお願いします、ぜひ京都サポーターの皆さんチャンネル登録お願いします、はい、はい、というところで今回の動画になります、はい、長い動画ご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました、ではまた次の動画でお会いいたしましょう、バイバーイ。